ビーズイーズのコンセプトは、アメリカで1920年に作られた禁酒法というお酒が飲めなかった時代なんですけれども、その時に流行った潜り酒場、スピークイージーというスタイルの表向きは違う店で、中に入ったら実はバーをやっているっていう、隠れ家みたいなお店ですね。なんか日本の人ってバーに、ね、気軽に行こうってなかなかならないと思うんですけれども、本当はバー、カクテルで何のルールも本当はないんですけれども、それはなんか日本人のいいとこでもあるんですけど、やっぱ結構固定概念が強いというか、まあ、バーに行ったらこういうものを飲むべきだとか、こういう風にあるべきだとか、なんかそういうところが一つ行きにくい要因の一つなのかなとは思いますね。そういうバーに飲みに行きたいなとか、まあ、カクテルを楽しみたいなっていう、ね、なんかその文化自体を、まあ、ここで、まあ、同じような目標を持った仲間と一緒に作れたらなと思っています。